ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もうやります。1年生やります。すみません。はい、はい、はい、やります。ありがとうございます。もうやるよ。はい、では、電気消せる？大丈夫かな？あ、ちょっと待って。あれ？はい、はい、では、じゃあもう、やります。電気消してください。お願いします。はい、皆さんどうも、一名一人です。この度は、This is Ichito the Movie をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。もともとこの作品は、インディペンデント最強の一人芝居フェスティバルにて上演した私の一人芝居が元に作られた作品です。いろいろと大変な世の中ですが、少しでも前向きになっていただけましたら幸いです。それでは、どうぞ。もともと本を読むのが好きだったんです。自分で読むのも、国語の授業で読まされるのも好きでした。なんでしょうね、物語を自分で紡いでいくっていうのが面白かったのかな。で、お芝居は自然に見に行くようになってましたね。それから、ああ、こんな感じで自分でも気軽に始められるんだ、という気づきを得て、その後大学に行って、でから芸大に行った友人たちがお芝居をしていて、それを見て、で次はこんな作品をするんだと聞いた時に、では私も手伝わせていただきたいですと。やはり自分がお客様の前でその物語を直接お伝えできるポジションっていうことなので、生での客席と舞台の交流をより体感したかったんだと思います。実は何作かは書いたことがあって、実際上演もしたことはあります。そういうふうに自分が届けたい手段であれば、もう役者でも脚本家でももちろん制作をやることも大好きですし、やはり俳優ですね。どのような作品でもどんと来いです。その質問は本当によくいただくんですが、いないんですよ。隙間産業です。自分はバイプレイヤー側の人間であるんだと。なので、物語を構築する縁の下の力持ちでいたいですね。新しい人生ですね。出てこんな。
取ると聞いたいけど中は美味しいな。スイーツから食事からいろんなところで活用できるいい素材でありたいですね。ありがとうございました。30分の作品ですよね。全然足りないのでは。あ、もしもし、一面さんお疲れ様です。西川です。お疲れ様です。いやもう本当にごめんなさい。もう初めての映像作品で全然勝手が分からなくて、全然尺が足りなくて、でも、追加で撮ってきたやつあるんで、送ります。じゃあ。え？追加？恥ずかしい。結婚式で流すやつに渡さなきゃよかった。バッチリでした。はい。まあ、後から本当いろいろ。ああ、そうですね。とりあえず撮影はなんとかバッチリだったのは嬉しかったんですけどね。はい、何ですかあれね。こんなのになるここさます。いやでも今日まず撮ったやつが一体どのように使いたいと思われてるのかが理解できてないんで、把握しきれてないですね。ね、しっかりしてるとか、こう、かっちりしてるっていう、シュッとしてるっていうイメージを持たれることがあるんです。舞台やってるとやっぱり。なんですけど、普段は結構、貧乏くじを引き当ててしまうポジションなんですね。去年何にもしなくて過ぎてしまって今台本できてないねんな。また？だからそれもちょっと今からその舞台版を見てどういうのを作ればいいかっていうのをちょっと参考にしたくて相談もしたくて。いやでもその舞台版もですけど映像版も絶対こう一面さんの黒歴史とかにはしないように頑張るので。